俳優の三浦春馬さんが都内の自宅で死亡したことが18日に報じられた。訃報を受け、SNS 上では、誹謗中傷がトレンド入りした。誹謗中傷に警鐘、三浦さんは1月に、明るみになることが清いのか、明るみにならないことが清いのか、どの業界、職種でも、叩くだけ叩き、本人たちの気力を奪っていく。みんなが間違いを犯さないわけじゃないと思う、と誹謗中傷に警鐘を鳴らしていた。当時は、俳優の東出昌大と女優の唐田絵梨花の不倫騒動の最中だったため、三浦さんにも大きなバッシングが相次ぐ事態に。三浦さんが誹謗中傷で苦しんでいたかは不明だが、訃報を受けてこのツイートが改めて反響を呼んでいる。明るみになることが清いのか、明るみにならないことが清いのか、どの業界、職種でも、叩くだけ叩き、本人たちの気力を奪っていく。みんなが間違いを犯さないわけじゃないと思う。国力を高めるために、少しだけ戒めるために憤りだけじゃなく、立ち直る言葉を国民全員で紡ぎ出せないのか。三浦春馬&スタッフインフォ、アットマーク三浦春馬、JP、January 28, 2020。関連記事、キャリーが誹謗中傷に、気にするななんて難しい、ネットではまさかの批判殺到。芸能人たちのコメントが話題に、俳優の賀来賢人のインスタグラムの投稿も話題に、三浦さん死去の速報が流れる数時間前、賀来はインスタグラムのストーリーで、人が好きなものや、一生懸命やってることをバカにするのなんか超簡単で、否定したり、好きだ嫌いだ言うことも超簡単。本当に超簡単。靴紐結ぶより、SNS がもっとポジティブになることを願ってます、と投稿していた。また、人気 YouTuber フィッシャーズのんだほは訃報を受けて、驚きとショックで胸がいっぱいです。ご冥福をお祈りいたします、と追悼し、続くツイートで、自分に余裕があるとき、周りの困ったり悩んだりしてる人に優しく、気遣ったりしてあげられて、自分に余裕がないとき、すぐ誰かに頼れる、相談できる、そんな優しい、社会、世の中になるといいな、と投稿している。